花束事件どう思いましたか、やっぱりなというコメント来ました。どうでしょうか。すごいですね、本当に。なんかぶっちゃけひどいよね。おあれはやっぱり僕見てたんで、アベマで。なんだろう、もう誰にとっても失礼じゃん。誰も恨んでないわけよ、その相手のメイウェザーのことを、で、あれやるみたいな。嫌われてるんだったら別だけど、誰も嫌ってないじゃん。何してんのみたいな。恥ずかしいってなりました。なるほど。格闘技にうるさそうな桑田さんはどうですか。いや、僕はね、坂井部屋さんね、謝ってたけど、あれやっぱお金で売ってるじゃないですか。だから売ってるものをどうしようと、やっぱなんか買ったもののなんかちょっと権利になっちゃってるっていう、あの仕組み自体が僕はやっぱ来信でいつもこれ起きるなみたいなのはあるんですよね。なんか脇甘い経営してんなって感じがしますね。はい、知り合いだからこそ思うわけですね。坂井部屋さん、何してよ。ハッピーは単純な出来事としては皆さんお怒りの通りというか、とっても今の状況って頷けるんですけど、その先の一手を考えたプレイだと思ってるんですよね。奥野さんが本当に政治に本気なんだなって感じました。僕はあれはもう袋叩きなの分かってやってると思うんで、伝えたいことがあるんだな、この国でって思いましたね。なるほど。カモさんは。僕はまああれはもちろん良くないことなんですけど、あれで日本の恥だみたいなトレンドがずっと上がってたんですけど、匿名でアンチとかしてるやつも日本の恥だけどなって思ってました。もっとね、末広がりにいるぞお前らな、みたいな。今スマホの目の前にいるお前も結構日本の恥だぞって。なんかあったんすか。いやいやいや、あるね。いや、僕も最近そういう人多いから、カブリンがさ、そう言ってるのが分かってきて。あ、ほんすか。なるほどね。まあ、歴は僕の方が長いですから、ね、長いからかな。なんかこいつらひどいなっていう。だから、あ、こんな底辺の人たちがこんなに世の中いっぱいいるんだっていうのはすごい感じてます、僕。なるほど、はい。どんなのがいっぱい来るんですか。どんなのだろうな、まあ、何僕が言っても、はい、お前は気持ち悪いとか、で、まあ、気持ち悪いことしたっていうのは分かるんだけど、はい、いや、そこを言うみたいなことを結構突っ込んでくるんですよね、で、何言っても聞かないし、だから僕はアンチ集めてズームやろうって言ったんですよ。 ありましたね。あ、やってましたね。そしたら桑田さんが応募してましたね。応募してましたよ。アンチですよ、この人。一番身近にいるからな。桑田さんからさ、うるさくてさ、他のアンチの方言いたいこと言えなくなっちゃうじゃないですか。うるさくてってどういうことよ。桑田さんがうるさくて。林さんはちなみに花束事件は僕はね、皆さんがあれは許せないってなってると思うんですけど、結果的に何かであの方はきっと好感度を逆転させて人気が出て将来1議席とか取っちゃうんじゃないかなって思うんで、本当に皆さんが許せないであればこの事件のことを忘れないで、絶対にその好感度を逆転させないことじゃないですかね。将来的に奥野さん人気になる可能性も十分ある気がするんですよね。この事件を忘れ、知名度を上げ、めちゃめちゃいいこととかしちゃったら、あの人がこんないいことしたんだってなるじゃないですか。ギャップですね。で、議席を取って、ってことは結局悪いことなり失礼なことをしても結果いいことなるよねって言って、これからも炎上商法、失礼なこととかが起きてしまうかもしれないから、皆さんがこれを許せないんであれば絶対に好感度を逆転させないことが重要なんじゃないでしょうか。